だ、添井くんさ、うん、江戸川育ちだっけ。江戸川育ちだよね。東道教さ、もう悪の巣窟なわけでしょ。いや、まあそうだ、そう言われてるよね、うん、でも意外と、うん、温厚だよね。温厚か。意外と温厚よ。いや、そっから切れるのは怖いのよ。あ、そっから、うん、でもあんまね、意外とで若い子たちも やんちゃでしょ。でも、あ、いや、今おとなしいよ。でも言ってもね、あの悪い先輩の下にいるタイプだから。あ、先輩が悪かったと思う。あ、そう、うん、先輩は確かにめちゃくちゃ悪かったわ、うん、ね、その下、俺一回舞台一緒に出たんだけど、その先輩の DJ の、そうだ、そうだ、一緒に営業をね、ライブ行ったんだけど、何したの、すごいよ、怖い人多かった、やっぱり。もうな、なんかもう確かにあるんです、別格だらけみたいな、もうなんかあるし、俺たち、まあ、ネタとかもするんだけどさ、うん、もう酒飲みながらチャチャ入れてくるわけよ。おもしれえな。今のもう一回やってくれよ。お前ね、そう、いや、あの、だって添井くんのなんかね、家族の集合写真みたいな、愛には愛で感じ合おうよ、ガラスケースに並ばないように何度も言うよ。なんかその、うん、いや、見たのよ、添井くんの、うん、あの家族の、うん、親戚の集合写真みたいな、うん、見たら、添井くん以外で、ね、全員アウトロ系の人だった。そうなの、逆に浮いてんのよ、俺、昔から。いや、そういう、そう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 、いや、俺びっくりしちゃった。だから、びっくりしたのが、その、ライブの時のあの、階段こう、下なのよ。あったね、うん、地下にライブハウスなんだけど、ちょっと休憩しようと思って外出ようとしたら、もう階段のところで、うん、なんかちょっといかつい2人がもう揉めてる。うん、なんだここみたいな、とんでもない状況だったもんね。もう知り合いとんでもない , 笑いが埋めない状況だったよね。そう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 、うん、そこの女の子たちとかもちょっとヤバそうなの多かったもんね。ヤバそうな、そうそう、ワンレン、ワンレン、そう、ワンレンのね。ワンレンのいるの、そんなのいる。周りそうなの、周りそうなのかな。まあでも だいたいそうだね、9割ぐらいが。童貞いつ捨てたの。あ、でも俺遅いよ、18ぐらいの。いや、気づいたら捨てたみたいな感じでしょ。そう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 、 道歩いてて、そうそうそう、もう今日捨てたわみたいな。そう、しかももうそういう感じだね、もう。どういう感じなんだよ。いつまでも暮らさないか、愛には愛で感じ合おうよ、恋の手触り消えないように。いや、そうだよね、うん、だから、うん、なんかまあ気づいたらやってない、やってるでしょ。いや、やってない、やってないでしょ。誰がしゃぶちゅうよ。やってない、やってない、やってない、しゃぶちゅう言ってないですけど、別に。いや、しゃぶちゅう言ってない、うん、それは普通に。あ、でもなんか友達とかは、うん、Say yes は、まあ、なんか普通にそうだね、やってたけど、あの葉っぱはね。どう使えって言うんだよ。どう使ったらいいんだよ。なんで切れるんだよ。ちょっと面白いな。いとこで揃えただけありますね。いやいや、そうかね。すごいな、やっぱな、うん、僕を愛してる。まあそうだよね、ニットで揃えたもんね、今日ね、たまたまだけどね。そうそう、ね、うん、うん、いや、でもびっくりした。乾杯、乾杯しようか。そうだね、一回乾杯しよう。一回乾杯しよう。なんか、とりあえずな。よし、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 よし。疲れてない。なんで一発目今日に返そうだよ。俺たちが舐めんなよ。お疲れぞよ。でもカッコンやったらなんかあるお疲れみたいな。まだ何種類でもない。そうか、まだこんな達成感のない。